はい、皆さんこんにちは、ゆうです。Hey guys, this is you from the Coffee Fukuoka channel. 今日はコーヒーレビューをします。So today we'll be doing a coffee review. こちらは、コーヒーウニドス、またはタナカフェというところでもあります。で、これの、サンパブロ農園の、ブルボンですね。をいただきます。で、これは、国は、エルサルバドルですね。の農園です。で、ここの、田中さんという方なんですけれど、彼は、買い付けとかをするんですよ。だから、エルサルバドル、あと多分ニカラグアですね、に行って、で、その農園の人と取引をしているので、直接購入をしているということです。だから、すごいストーリーとか、そういういろいろ経験したこととかを直接お客さんに、伝えることもできる、あとは、しっかりと誰から、豆を買ってるかとか、そういう透明性っていうのを、があるので、すごい、なんだろう、お客さんとしては、すごいそういうところは、やっぱりあった方が、嬉しいというか、ありがたいですね。あとはやっぱり豆の、品質とか、そういうものが、かなりいいものが入ってくるので、すごい美味しい味っていうのを楽しむことができます。で、今日は、18g で 200ml を、抽出します。So we'll be, using 18 grams of coffee beans and we'll be extracting 200 ml of coffee. えっと、豆は、そうですね。多分これはですね、ハイローストぐらいの色ですね。ハイローストもしくはシティぐらいかな。だから一応、酸味は出やすいような、そんなローストですね。中入りぐらいですね。
今日使う器具は、三洋産業の一つ穴ドリッパーと、ハリオのビーカー、で、あとは雪輪ポットですね。で、お湯の温度は、87度から88度ぐらいですね。なんか結構ハーブ系の、香りがちょっと特徴的かな。あとはちょっとなんかドライ系の柑橘系のものですね。なんか乾燥させたみかんとかレモンとかなんかそんな感じかな。で、今日使っている抽出方法は、スタート&ストップ方法という、やり方です。今ちょっとなんか香りがナッツ系のがなんか出てきました。いただきます。なんか面白いですね。最初は全然酸味とか柑橘系のなんか酸味とかフレーバープロフィールとか何もなくて、すごいウッディーななんか乾いたような、そんな感じのフレーバープロフィールが強かったんですけど、数回こう吸ってるうちになんかいきなり今度は柑橘系の、ちょっと酸味がある、なんか、
レモンっぽい、グレープフルーツっぽい、乾いたような、なんかそんな感じのフレーバープロフィールが、まあ、来ました。はい、今はすごいもう酸味がしっかりこう出てて、まあ、かなりその乾いた感じの、柑橘系っぽいようなグレープフルーツとかちょっとレモンとか、ちょっとなんかたまに、なんだろう、まあ酸っぱいではないけど苦酸っぱいような、なんかそういう部分がちょっと出てます。まあ、これは多分人によってはちょっとそれが好みである場合もあれば、あんまり好みじゃないっていう人もいるかもしれません。で、あとは質感としてはすごいこうジューシーな、ちょっと味噌汁に近づくぐらいの、なんだろう、質感がありますね。かなりお味噌汁っぽいような感じの質感になってきました。で、でもすごい、美味しい。あとなんか満腹感があるっていうのも結構特徴的かなって思いました。はい、またちょっと待って今また飲んだんですけど、今度はすごい甘さが出てきて、このなんかリンゴっぽいピーチっぽいような甘さが出てきてますね。まあなんか面白いですね。結構温度変わるだけで、またちょっとフレーバープロフィールっていうのも少しずつちょっと変わってるような気がします。まあ、必ずその、なんだろう、まあ、全部が全部そうなるわけではないんですけれど、スペシャルティーコーヒーの中では結構、まあ、そういう感じで特徴がこうかなり変わったりすることってよくあるらしいので、まあ、すごいそういうところはなんか面白いなと思います。はい、まあ、皆さんこんな感じで今日は 終わりたいと思います。コーヒーウニドス、すごい、これ糸島っていうところにあるんですけれど、糸島は福岡の、西の方ですね。電車で多分20分とかで行けちゃうところなんですけど、30分ぐらいかな。そこの筑前前原っていう近くにあります。タナカフェとこのコーヒーウニドスで、オンラインショッピングは多分やってると思うんですけれど、まあ、行ったら、コーヒーをテイスティングして、そこからコーヒー豆とか選べるので、すごい面白いと思います。で、あと、マスターとかオーナーさんが実際行ってるので、買い付けにいろんな話とかできると思います。またいろんな話を聞くことができると思いますので、まあ、ぜひ機会があれば行ってみてください。はい。今日はここで終わります。See you!